KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。最初のコーナーは今週はスペシャル編、地域対抗ターゲット300チャンピオンシップ。番組ではベガルタの選手と県内各地域のサッカーキッズがチームを組み、キックターゲットの得点を争ってきました。今週からは1年間を通して得点の高かった5チームによるチャンピオンシップを開催します。年間ランキング上位5チームがこちら。歴代最高得点を記録した馬瀬匠選手擁するチーム大崎がダントツトップの成績を残しました。チャンピオンシップでもチーム大崎が頂点に輝くのか、他のチームが意地を見せるのか。それでは皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンピオンシップいざ開幕です。まず挑戦するのが年間ランキング5位のチーム仙台工藤葵選手と上の山サッカースポーツ少年団佐藤亮介くん。トップバッターの佐藤くんは番組の初回放送で登場、終盤にはなんと100点をゲットするスーパーキックを見せてくれました。今回の記録やいかに、まあ、半分以上の得点を決めたいです。頑張ろう頑張ろう、頑張っていけいけ。右上の丸の20で右上の20にはわずかに届きませんでした。ちょっとまだ緊張しているでしょうか。もう一回右上の20。あ、惜しい惜しい惜しい。どんまいどんまい、応援足んないんじゃない。いや頑張れ頑張れ、よーちゃん。じゃあ左上の20。うわ、見事取りました。20点ゲット、佐藤亮介くん。これぞ応援の力。見事宣言通りの20点をゲット。よーちゃん。よしよしよし。普段より大きい大人用のゴールに苦戦する佐藤くん。それでも。左上の50で。はい、左上の50を狙います。いやいやいい。狙いすましたシュートが見事50の的に吸い込まれました。このあと2球は失敗してしまい、残すはラスト1球です。最後100で。おお100。あ、いいね、そういうの。いやーしい、まあまあまあ、ナイスキック、素晴らしい。トップバッターとしてプレッシャーもありましたが、佐藤くんの記録はそれでも堂々の70点でした。50点取れて嬉しかったですけど、100点が取れなくて悔しかったです。ありがとう。ナイス、すごいな。トップバッターにしてはすごい素晴らしい結果だなと思います。工藤選手の結果やいかに。ベガルタの選手とサッカーキッズがチームになって地域対抗のキックターゲットで争うターゲット300。今週はスペシャル編、年間ランキング上位5チームによるチャンピオンシップです。チーム仙台佐藤亮介くんの記録は70点。去年4月に挑戦した際100点だった工藤選手はどこまで得点を伸ばすことができるのでしょうか。前回助けられてるんで、逆に自分が助けられるように頑張りたいと思います。では工藤選手、1球目どこを狙っていきましょうか。まあ前は100点ばっかり狙ったんですけど、20点とか、まあ、そういう点数から取っていって、最後100点パーン当てていきたいと思います。なるほど。じゃあ右下の20で。うわー、ちょっとやばい、緊張する、ここだったら。ほら
20狙ってた。どこ狙ってた。多分100狙ってた。20狙いますよ。絶対100狙ってた。なしだろ。宣言するのを忘れてしまった工藤選手ですが、それでも見事20点をゲットすると、20と50どっちか。どっちだよ。どっち50でいきます。はい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 。わーやった。狙い通りではありませんでしたが、なんとか20点をゲット。すると佐藤くんから、頑張れ。おー、来た。この声援に応えないと。やっぱ100点狙うか。え、お、100? 100いく。100いきます。おー、来た。そうだよ。早くない？そうだよ。まずは少しずつ得点を重ねたいと話していた工藤選手でしたが、6球目にして早くも100点狙いに。この作戦は功を奏すのか。やばい。おお、入ってない。チーじゃダメなんだよ。怖い怖い。おお、入ってない。やばいな。やばいね。やばい。さあ、工藤選手、ラスト10球目ですが、どこを狙いましょう。はい、最初コツコツ狙ってくって言ってたやん。何も積み重なってないの。100で。うわー、最悪だ。途中で作戦を変更し、ラスト5球100点を狙い続けた工藤選手の記録は40点でした。しっかり狙ってた方が良かったっすね。本当にキチには申し訳ないなと思います。申し訳ない。はい、謝りに来たやつ。はい、ほら、作戦は徐々にやっていくって話だったんですけど、5、6球目ぐらいからちょっと焦り走って100点高得点狙っちゃって、いや本当にすいません。佐藤君と合わせるとチーム全体の記録は110点。この記録で逃げ切れるか。来週はチームひばしばちばが登場します。1球目入るなら、これはいい。さすがです。週替わりでベガルタの選手のインタビューをお届け。今週は秋田から加入した高田亮太選手です。高田選手は粘り強い守備と攻撃参加が魅力のサイドバック。どんな子供だったのかな。わがままというか、まあ、とりあえずでも元気な子っていうか、活発に動く、はい、子供だったと思います。高田選手は宮崎県延岡市の出身。2つ上のお兄さんを追いかける形で4歳の時サッカーを始めました。お昼寝がめちゃくちゃ嫌いで、そのお昼の時間にスクールバスが迎えに来て、そのサッカーに行ってるっていうのを知って、僕は本当昼寝が嫌いだったんで、親にサッカーしたいっていう、はい、それがきっかけで。小学生の時、太陽延岡サッカークラブで活躍。力を合わせて全国大会初出場を果たしました。無我夢中にただボールを追っかけて楽しんでサッカーやってたって感じだったんで、まあ、それでこうおのずと結果がついてきて全国大会に出場するっていう形になったんで、小学校の時はもう攻撃の選手だったんで、もうリオネル・メッシをプレー動画とか見てましたし、あ、こういう時にこう首振ってボール受ける前に首振ったりとか、ドリブルこうやってしてんだなとか実際見てたんですけど、実際いざやるってなるとやっぱできなかったんで、まあ、ただただこう憧れて見てただけかなと思います。高田選手にとって毎年延岡市でキャンプを行うベガルタは子どもの頃から馴染みがありました。実家には当時のリアン選手たちにもらったサインが今も飾ってあるそうです。リアンさんもありましたし、柳沢敦史選手とかマルキーニョス選手とか、一つの色紙にブワーってみんなにサイン書いてもらってるんです、はい、まあ、まさかというか、まあ、自分がこうやってプロになってこういうベガル仙台に入るとは全く考えてもいませんでしたし、そうやって小さい頃から思い出のあるクラブからフォアもらって、まあ、実際嬉しかったですし、まあ、やっぱそういった小さい頃からのつながりがあって何かの縁でフォアもらったんじゃないかなというのを思ってたんで、まあ、非常に、はい、このクラブに来れたのは
嬉しかったです。思ってた以上にこう仲の良さというか雰囲気のいいクラブだなっていうのは実際やってみて感じました。小学校から大学までいずれも全国大会出場を果たしてきた高田選手、手軽田の一員になった今シーズンにかける思いは人一倍です。でも優勝したことないですよね。全国大会全部入って中学校の時も準優勝で J2、J1 とか J3 の優勝してる姿を見るとやっぱりああいうところに立ちたいですし、そういうチームに行きたいというか、まずはもう本当にこのベガルタ仙台で J2 で優勝して J1 に昇格するっていうのが、はい、今最大の目標かなと思ってます。頑張れ。緊張してるの、ハチ。あれ試合より緊張してるの。試合より緊張してそうっす。試合並みの緊張ある。